ここは老いの海。さあ、老いが見つかるかの。ここは妖精。お話します。どこに隠れた。あいつには息切れってもんがねえのか。広げた手よりも大きなもの、守ってみせる。一手ご指南お頼みします。残党ごとき拙者にお任せあれ。負けるな。祝宴での再会を果たそうぞ。踏めき連なれ鬼色の石。行くぞ。たっぷり腹を空かせて帰るんだ。無人の佐賀よ。こりゃかなわん。うん、なんたる妖精へと逃げ込んだか。恋ヶ島津の真骨頂じゃ。探ってみせい。金目を落とせばこっちのものですよね。学ぶがよか。島津一流の伏兵術を。大将であり父でもある利家様はそういう方だ。それがしはもう戻れぬと諦めたことはない。いざ勝負。貴殿と拙者の一騎打ちなり。わしらはまだ本気出してないようだ。どうか大きな傷もなく帰られますよう。わかった。進め我が軍の誉れたる兵士たちよ。行きんしゃい。おまはんには役目がある。必ずや。おお、おまはんえらく鼻が利くとね。ご覧くだされ、この敵方の慌てよう。我が軍の策だ。まるで意味をなさぬなど。俺を置いてけ。もう走れねえ。一度でいい。島津様から一本取りてえ。気配を隠すは島津の技よ。先回りせよ。陣を占拠するのだ。ほうほう。なんたるドラ模様。これはかなりのしましまなり。くらいで足は止めんちゅうことね。広げた手よりも大きなもの、守ってみせる。鎧を着ていないからといって遠慮はするな。俺が壁になる。たまには格好つけさせろ。逃げるのだけが上手くなってくぜ。鎧をまとわぬその自信が恐ろしいのだ。
皆の者ひるむな。つけ込まれようぞ。どちらが負けても待ったなしの勝負にしよう。マックスと二人のんびり暮らしていけたらな。足は縮んでおらんようじゃの。怖くてたまらねえのに心が躍る。みんな腹が減って力が出ないのか。突撃だ。大将に見せてやろうぜ。お前今腹の虫が鳴ったな。え、鳴ったのはそれがしの腹か。おまはんの生涯をその一戦に乗せりゃよか。くじけてる奴はいないな。なら大丈夫だ。進め、手柄は早い者勝ちだ。鬼島津の名を求め、今日も者々が集いよる。島津の気骨、おまはんに伝わったかね。運を祈る。いざ進撃。3、2、1、かかれ。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。勝負は時任せよ。滅ぶ方を物にせんね。理財承知。打ち漏らしは俺たちが何とかするんだ。良き戦場だ。一人一人が勝利を求めている。俺の必殺技聞きやしねえ。それでは周りの娘どもが放っておきますまい。進め、今から俺たち快進撃。刑事が出て行って少し腕が鈍ったか。稽古相手がいなくなったからな。さあおまはんら、今こそ芽吹く時じゃ。島津の釣りの伏せ見せみ。排水ね、望むところよ。大将にはやると言ったらやる凄みがある。おまはんらまだやれんね。よか、皆の者、ここは一つ拙者に任せ。勝ってんです。中で寝るとまた松様に怒られますからね。その門は手強か。どうしよう。俺の必殺技海底板聞きやしねえ。絶対に勝とうぜ。負けたら先はねえ。先行がネギを背負って。おげに楽しかも久しぶりじゃ。槍の股ぞ健在なり。はよう来い。おまはんと戦いたか。それがしは前田利家、心して参られよ。もう我慢できねえ。逆襲のお時間だ。今こそフィルチオ様の武勇の見せ所。それがしに任せれば安心だ。同じ陣営でよかったと心から思いまする。前田のため。それでこそ前田の大黒柱にござりまする。何という高みに登り詰めているのだ。
今だけは奮闘し、若き日の義弘として、うちの大将と互角か。いや、あるいはその器比べ上を勝ち取らんね。おう、なるほどな。島津殿も出たがるわけじゃ。止まれたか。全軍応援せよ。えい、モサメ。えい、ハヤタタシ。それがしと出会った、それが貴殿の失策だ。少しずつ詰めていくぞ。焦ることはなか。畜生、守れなかった。みんなで仲良くうまい飯を囲む、そんな日が来るといいな。誰一人として遅れるなかれ、出撃。お前らのため、それがしの槍は早く鋭く、そして重い。いっそ相撲にするか。それでも負けるぞ。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。飯だ、飯だ。拙者もあのような活躍をしたいのだがな。お、やるか。負けないぞ。これがしと。いっそ九州のみで一つの国を名乗っか。どうか大きな傷もなく帰られますよう。わかった。古き楔を打ち倒すは新しきへの旭日なり。さあ、旭日昇天の者たちよ、オイバー倒し、天を時代を駆け抜けるがよか。行け、セイラン、オイの命は振りかざせ。鬼島津、いや島津殿、いつも刑事へのご指導感謝いたす。刑事が出て行って少し腕が鈍ったか。稽古相手がいなくなったからな。この藩の未来はおいの屍の先じゃ。腹が減っても戦はできる。でも食った方がもっとできる。